外観鶴ヶ赤レンガ倉庫は、福井県鶴ヶ市の鶴ヶ港にある二棟の赤レンガ倉庫である。2015年に再整備され、南島がレストラン館、北島がジオラマ館として運営されている。1905年、ニューヨークスタンダード石油会社によって、石油貯蔵用の倉庫として建設された。この時代の鶴ヶ港駅からは、 ボートトレインであるオア国際連絡列車が発着しており、ロシアを経てヨーロッパにつながる国際都市として繁栄していた。外国人技師の設計によるため、フィート単位で作られている。他、オランダ製レンガの使用や内部に柱が見えない等の特徴がある。2009年1月、北東、南東、レンガ米が国の登録有形文化財に登録された。 明治中期から昭和初期の鶴ヶ港を象徴する施設の一つである。鶴ヶ港一帯は港アシスの登録をしており、当施設は港アシス鶴賀の構成施設の一つである。観光資源として活用するため、竣工から110年にあたる2015年10月に再整備されオープンした。現在では南島がレストラン館、北島がジオラマ館、 南側の敷地がオープンガーデンとなっている。ジオラマ館では明治後期から昭和初期の敦賀の再生期を法ゲージ鉄道模型などを利用することで再現している。さらに、敦賀市は鉄道遺産の町としての観光資源を整備するため、2018年5月、かつてオバマ線を走っていたキハ28系を、それまで JR 西日本から引き取り、 保存していた大阪市の運送業者から購入し、北側隣接地の屋外に展示した。金ヶ崎地区には、鶴ヶ港駅舎を再現した、鉄道博物館、同駅ランプ号や、現在急線となっている、JR 貨物鶴ヶ港線などがある。赤レンガ倉庫も一体として、鉄道遺産を中心とした、周辺整備計画も検討されている。ありがとうございます。